はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容や感想をレビューしていますで普段読む本はビジネス書が多いんですけれどもその他のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リストのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの多分そいつ今頃パフェとか食ってるよ いうタイトルの本になります。でえっとまあ、非常にユニークな本というあ、ユニークなタイトルというか、まあ、ちょっと一回聞いただけではどういう内容かわからないと思うんですけれども、えっとまあ、基本的には心理学とか、まあ、その他人の考えに、えー、こう左右されてしまう人に向けての本です。で、まあ、私自身ですね、心理学に興味があったりとか、まあ、実は自分自身ですね少しその、まあ、精神的な状態を崩したことがありまして、えー、まあ読んだ本になります。 で、えーとまあ、この帯に書いてあるのは、えー、もう嫌な気持ちを引きずらないと嫌な人や苦手な人がいる理不尽な目にあって忘れられない自分の悪口を言われていると感じるみんなにいい人を演じて疲れる人と自分を比べて落ち込むと誰にも分かってもらえないと孤独を感じると、まあ、そういった人に向けて、まあ、書かれている本になりますで、えー、と著者の方は、えー、ジャムさん、まあ、漫画と文章を書かれているんですけども、精神科医の名越 安文さんですかねが監修されているということで、えーとーまあ、中身としてはですねこういう4コマ漫画みたいなものが書いてあって、えーとまあ、その後に少し文章で説明があるというような内容になってるんですけども非常に読みやすいんですがちゃんとその精神科医の方が監修をされていて、えーまあ、人の心理とか行動にまあ根ざした内容になってますのであの読みやすいけれどもスッと分かるそしてまああの効果のある本なんじゃないかなというふうに思います。これ結構昔ツイッター 何かでああの流行っったた、えー、内容だったと思いますで、えー、とーます、あ、でこの本はですね100個ぐらいですかねえっ、ー、とーこうそのモヤモヤ人間関係で悩んでしまう人のまあ、考えしてし,し,しまうことを紹介してまして、えー、とごめんなさい63個ですね紹介をしてますで例えば人からの嫌な言葉に傷つくとでこういうふうに4コマ漫画が最初に書いてあって、まあ、その後1ページぐらいですかねそうですね 1>, あの1ページぐらいこう文章の説明があるという内容になっています。でえっとチャプターとしては、えっと、SNS のモヤモヤ人間関係のモヤモヤ職場のモヤモヤ自分のモヤモヤということで4つ分かれています。でえっとまあ、私自身読んだ感想としてはですね人によってこれ引っかかるところが結構違うと思います。 例えば私なんか SNS とかです、ねあのー、使ってますインスタグラムも YouTube も Twitter も Facebook も全部見ます全部っていうか、まあ、あの非常に見ますけれどもあの別にそこで何か人がコメントをしていたりとか、えー、と自分と議論になっても全然気にならないんですね。 でまあ、人がどっかなんか旅行に行ってうらやましいとかあんまりそういうことないんですけども逆にですね職場のモヤモヤっていうのはすごく引っかかってしまって、えー、人と比べてしまうとか、えー、理不尽な業務や不当な扱いを我慢してしまうとか、えー、まあこのまま今の仕事を続けていいのか悩むとかまあこれは別に辞めたいというわけじゃないんですけども本当にこれでいいのかとか結構よく考えてしまうんですねあとは自分のモヤモヤとかも結構悩んでしまいます。ななののでででままあ、人によっっってててははすねここ全部見る必要はなくて何か,かかか自分中引しまうところを見つける 手がかりになればいいんじゃないかなというふうに思います。で、例えばですね、私がまあ一番いいなと思ったのはこれ、あのこ,ここにまさに書いてあるあの内容なんですけれども、まあ、理不尽な目にあって忘れられないというところで。 4コマ漫画が書いてあるんですけれども、まあ、相手の何気ない言葉に気がついてそのことで頭がいっぱいになってしまうと何であんなことを言うんだろう私が悪いのかないやいや気にしすぎだってとか友達に言われるんだけれどもどうしても気にしてしまうとでその時に人から、まあ、この本の中で説明してるのが多分そいつ今頃パフェとか食ってるよ っていうふうに言うわけですねこれどういうことかっていうとまあ、自分はねこう例えば「まあ、お前ブサイクだね」例えば言われた時に、えーとまあ、ブサイクかなとか「いやそうでもないんじゃないかいやでもやっぱブサイクかな」とかぐる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 考えてしまうんだけれども、えーとまあ、自分はねそうやって「ああブサイクって言われたな」って「ああ」ってこう考えてても実はその言った相手っていうのはもうそんなことすっかり忘れてて今頃パフェとか食ってるよっていうことですね。 でえっ、ー、とまあよ,よく言われるんですけれどもなかなか難しいあの理解できないところとして人って他人のことをそんななにに気にしてないわけですよね今私はこうやって喋ってますけどその間に、えー、例えば自分の大好きな人とか、まあ、大っ嫌いな人とかですらあの頭にないわけですね普段生活をしていて毎日毎日相手のことを考えるってことは基本的にないわけですよ。で誰かが例えばじゃあおならをしたくしゃみをした、えー、会議で話をしているてもうそんなことはその瞬間瞬間はもちろん気になりますけれども一日の で思い出瞬間ってもうその瞬間以外ないわけですよねだからそれぐらい人って他人に興味がないんだけれどもどうしても自分が何か言われた時っていうのはそう思えなくて気にしてしまうとそれをまあパフェとか食ってるよっていうふうにこの本の中で表現してるんですけれどもまあこう言えて妙というかですねこの4コマ漫画のポップさも相まって何て言うのかなああ自分ってそんなに難しく考えなくていいんだなっていうふうにこう思える内容でした。 でその他にもあのさっ,きさっき言ったようにまあ、人間関係とか職場のモヤモヤとかですねあの自分で悩まなくてもいいことに対してすごく悩んでしまう人の、えー、まあ、心を軽くするというかそういう内容がまあ,あの63個書いてありますのでああのまあ、この現代社会でですね少なからずあの精神的にまああのストレスを抱えている人はあの 一度読まれてみると、なんかこう心が軽くなるいい本だったなというふうに思います。はい、今日は以上になります。でよろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと、えー、まあ、励みになります。よろしくお願いします。では明日もよろしくお願いします。